ナナです。今日はニコモになったらどういう感じなのか行ってみたいと思います。今からスタジオに入ります。おはようございます。おはようございます。はい、カメラがこんな感じでニコモがいっぱいいます。おはようございます。来たらこうやってネイルが置いてあるのでネイルを毎回塗ります。見て、雨の頑張ったの今日、うん、今日みんな頑張ったから真似して、ね、真似して。おあ、下にこれ塗って上にこれ塗る。そうね、レールを塗ります。超シュールじゃないですかこれ。コロコロ、アンナの靴下でないやマスクこうやってお菓子がいっぱい並んでます。おはようございます。おはようございます。土曜参加になって。何、土曜参加？土曜日に学校行く。明日が休みなんですけど。明日休み？2時で吉田さんでした。2時と3最終最終で、アクセ持ってくわ。覚えてる、最後覚えてる。最終はめっちゃ気持ち悪くなりながらしてます。飴を、ハイチュウを緊張して、ハイチュウばっか食べて、自分から食べるのが緊張しすぎて食べれなくて、お菓子置いてあったんですけど、くれるやつ、なんかみんなに配ってて、それをもらって食べてるみたいな。なるほどね。もうずっともらってました。ひびきちゃんとか、いたの？いて、もう、ご緊張。一回髪の毛巻くときってどれぐらいの太さなんですか？32。サボソリとさ、顔がさ、そうね、強くなっちゃう。すごい大人っていうか、なんかレンみたいな。そうだよ、ネイル化を着たくて、何ネイル化を着たっけ。32、うん、ありがとうございます、うん。三脚からまた頭に変更しました。変更しました。お疲れ様です。ありがとうございました。ね、似てる。似てる。面白い。私身長ちっちゃいけど、あれです。今これヒール履いてて、うん、脱いだら。これぐらいヒール入ってめっちゃ高いね。そうなんです、モリモリで。え、わかる、さっきもヒール民だからさ、難しい。写真撮ってくる。裏側、チキン、写真の裏側。イヤリング、これさらにインシャル。こんな感じで。おー、見てます。言葉やんなちゃん。そうです。あ、かわいい、ミミちゃん。かわいくない？見て、かわいい。上手ね、書き慣れてる。すごい、応募があるみたいなのでぜひ応募してください。ちょっと緊張する。見せて。納得いかないの？なんでこの男が突き出したんだろうと思って。はい。
あ、そうだ、撮られてるんだ。イエーイ、ナナちゃんカメラ。ナナちゃん、ナナ、ナナカメ、ナナ視線、ナナ視線、ナナ視線。はい、着替えます。行ってきます。はい、トップスだけ着替えるから、はい、これに着替えます。はい、ヘアメイクの吉田さんです。お願いします。バタバタしております。ね、オーディション行ったら会えますよね。いるかもしれない。会えるかもしれない。会ったら、会ったらすごい幸運ってことで。幸運の吉田さん。幸運の吉田さん。こんなにいっぱいあります。後ろに服がいっぱいありますよ。気をつけましょう。自撮りタイムですか。終わったら見せてもらいましょう。おえ、何なの。え、スノー。え、そうそう、なんかね、なんかアップロードしたらこうなった。すごい。最近使う魔法最近。チーズ。が、何でした。魔法図カメラ。やばいちょっとスタッフでごまかそう。ごまかせるんですか、スタンプ。それでもだって顔ちゅうちゃうじゃん。バレるバレる。さすがに。なんか寝てるみたい、寝てるみたい、なんか寝てるみたい。これでいいじゃん。あ、これかわいい。ですよね。うん。さきちゃん見せてください、さきちゃん。これ髪の毛？そうです。はい。かわいい。あ、後ろ、ここでハンナが撮影してます。いっぱい撮ってます。あ、私もアンケートやろうかな。ちょっとだけアンケートどういうのか見せてください。アンケート？ちょっと人に帰っちゃったんだけどさ、右にゃんでが時間だ。勉強ですか。前の水曜日から3日間テストだから。あ、服が変わりました。ニキビが見えちゃう。お菓子がたくさんありますね。好きなのはありますか。好きなのは、はい、蜂蜜。シュウメイです。シュウメイ。はい。今回の服はメッシュです。私は、まほちゃんとアムと3人の組でやります。OK。ありがとうございます。はい、ありがとう。自撮りしてんじゃん。目線。うん、撮る。よし。海なんかと思ってるわ。じゃあ自撮りします。アムと。いくよ。ディズニー行ったんだよね。
クラブと出かけたんだよね、カノンと3人で。そうそうそう、出かけた。出かけたって。これもこれはもうちょっとでね、あとちょっとで、なんだっけ、コーデミサイコ、そうそうそう、する時の普段の私服みたいなやつの服で、ちょっとアムがシャレ落ちに撮ってくる。アムのさ、カメラロールストップしてさ、どういうのか見せて、こうやって。やだよ、やだやだ、やってよ。じゃあ、ななちゃんやって。いいよ、バカなと私のヤンキーショット。私がやったらアムもやった、ね、無理、アムほとんど捨てたの。カトゥーですね。はい、これカトゥーと浅草に行った時の写真。ストップ。あ、それ見た。これは、インスタで伊勢神宮行った時に、うん、おしるこを食べた。かわいい。やばい、お腹すいた。おしるこを食べた日の図です。何を見てるの。ストップ。あー、あの時わざと選んだでしょ。これはわかんない、なんだっけ、新しい、あの、あー、新物、あ、これだ。すずなちゃんとあんなちゃんにこう本当だ、交換してもらうやつ、ね、交換じゃない、イメチェンしてもらうやつだよね。この辺カットが本当だ、かわいい。まあ、でも最終オーデとかあるよ。嘘。ね、どこだっけ。あれ見て見て、これかわいいな。これ私のベストショット。ベスト、私の、私が撮ったベストショット。あ、アムの写真これぐらいしかないよ、本当に。なん、本当にね、初めの時ね、人見知りだから全然話せなかった。アムも、いや、もう結構ね、仲良くなれるもんだよね。え、オーディションの時、うん、まだこれ選ばれたか分かってない時、うん、へぇー、アムもあるわ。あ、アムから来て撮ってもいいですかって言ってた。うん、かわいい。え、いつ、あ、これ、それも、うん、あー、それ2000音ね。そうそうそう、これ野田さんの大好きだね、かなえちゃんの写真集。そう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 、私の撮ったやつ。あー、本当だ、いっぱいあるの。飛行札のやつね、かわいいのも入れてたんで。かわいいのも入れてたんだよ。あ、違う違う、ほとんど奈々ちゃん札だった。あー、アムのやつ。そう、アムの赤いやつ、赤い服だったじゃん、ニット、うん、でお団子だったじゃん、うん、あのアボカドつけてるやつ、うん、私めっちゃ可愛いのいっぱい入れてたのに、変顔ばっか使われてたの。この辺でこの辺で使われたの。2個札で使われたの。これも出したの。可愛くない。で、皆さん、そんな可愛くない。出したよ全部。これもだから一応出した、全部出したけど、うん、あれも使われてた。本当にニコラったら、うん、じゃあアムに探します。全然10本でもない。え、もう仲良かったじゃない、こっから。あ、仲良かったね、この時は。うん、じゃあもっと前だね。アムのね、好きな、あ、これ、これそれもあったね。これアムの一番私の好きなやつで、撮ってる、その顔が可愛い、しゃくれ。これさ、アスレチックの時の帰り、うん、でもアスレチックの仲良かったよ、ほら。こんなんやってるの。じゃあこの日かな。ねえねえ、アムアム、この携帯ケース外してみ。お金入ってんの。入ってない。入ってない、あげないし。ピックラの宝箱、これがカツと浅草に行った時のプリで、ときめきルールで撮った。うん、これはアムがいいです。そう、アムです。アム、どっちもアム。これはカノンとアムと3人で、あのね、行ったやつだけど、フルーツピクニックとか行った時。これね、よかった。これめっちゃ楽しい。また行こう。なんかお泊まり行くんだよね。うん、お泊まり行くし、お泊まり行った後に USJ 行くんだもんね。そう。イエー、楽しみ。じゃあディズニーの写真をお見せしますね。そうですね。アムと、これアムがね、ダッフィーずっとね、忘れてたの、返すの。これがね、可愛くない。そう、超可愛いの。え、また USJ 行ったらつけようぜ。今度はね、鼻とかにつけそうだね。鼻可愛い、ナムちゃんが。自撮りタイムの入り口あんなの。いつもなんか撮影の合間はこう写真を撮ったり見たり、そうインスタを考えたりそうしてます。これはフェリーに、フェリー違う、フェリーじゃん。そんなフェリー豪華じゃないけど、ね、なんだっけ、ベネチアンゴンドラ。あ、ゴンドラすごいね、楽しかったよね。今度ランド行こう。あれ USJ 行ってからランド行こうね。 USJ は行くから。今度 USJ 行って
ランド行って、シー行って、また行くのシー。わかりません。リピピの展示会に行かせてもらって、あ、そうそうそう、だから新作だった。かわいいでございます。この服もかわいいしさ、この服もかわいいし、この服もかわいくない？行ってきます。じゃあ今から一緒に行きますよ。一緒に来てくるの？ありがとう。3人組だよ。あ、本当だ。これもらって、チーム3人。怒られちゃった。怒られちゃった。怒られちゃった。斜め線の前に今なんかされてます。されてます。されてます。はい、どうぞ。はい、私に踏み台が来ました。私が2個分。私靴でも持ってるのに。私席から外に外ですよ。こんなに持ってるのに。ちっちゃい人は足を下げります。これ靴見てください。人は背中を下げます。マホは何も。アムは背伸び。ナナは厚底にかませてます。こんな感じでシャッターを切って撮ってます。みんなフォト見せてね。そう。ハゲ隠してます。隠されてる。ハゲ隠し。ナナもうちょい正面ね。大丈夫かな。はい、結構ど正面の方がいいかな。うん、ど手はつけて大丈夫。うん、あとはこれじゃないやつだったら大丈夫。かわいい。は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 い。何してるんですか？ネックレスにかかってた毛を直してます。なるほど。うまい。帽子でした。結構握ってる。ナナとアム着替えます。はい、ナナは、あ、すごい量。見てください。マホちゃん、マホちゃん、わお、いっぱい書くね。お着替えするのでバイバーイ。紫リップ、はい、リップめっちゃ紫、パープル。そうなの、これと合わせた。あ、そういうことね、かわいい。はいはい、うん、かわいい。お互い見て笑ってもいいし。あ、そうそう、かわいい、かわいい。自由、かわいい。なのちょっと手入れよう。そう、うん、で、頭くすくやっていいや。うん、アムが浮いちゃってから。あーす、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 あ、もう自由、オッケー。あーす、あーす。何のアースなんですか？ありがとうございます。あ、いいと思います。アース、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 アース。どういう感じなのか。カチューシャ、カチューシャです。楽しい。楽しい。めっちゃ楽しかった。もっと撮りたかったな。助けてください。
スクショされてる。スクショだよ。撮ろうよ、自分で。あ、そうなの。すいません、ありがとうございます。あとと奈々のニコラテに着替えてきて、はい、今はニコラテなんですけど、髪型を今からお団子、ハーフアップのお団子に変えます。できました。こんな感じでいつもやってもらってます。次はこれをニコラテから着替えます。はい、あ、びっくりした。ナナちゃんがくれた、アムがくれた。そう、これアムが、これはちょっと間違えてここにシュッてやっちゃったから、ちょっと猫にしてナナちゃんって書いて、これは余ったやつ、あげないよ。え、そんなことした。くれるって言ったアムって思い切り書いてますよね。いけるそうだったな。短かった。あー、短かったのか。え、なに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 、お土産いつもありがとうってやつ。え、いいの、うん、京都のお土産。いいの、やっぱありがとう。めっちゃ抹茶好き。抹茶ショコラでございます。いいありがとう、食べよう。待ちに待ったご飯の時間です。一番テンションが上がるお弁当。あ、豚キムチ丼だった。え、めっちゃ美味しそう。あー、やっぱあったり。え、あるよね、できた。あ、オムライスないってありましたよ、オムライス。オムライスあるよ。イエーイ。あ、豚キムチ、いただきます。あ、そう、パパはパパを食べたいな。でも、なんか、緑で何にする？あ、豚キムチ選んで見せてください。え、すごい、初めて見た。ガパオライス、ガパオ初めて見た。あ、美味しそう。これガパオ、エリア。わー、美味しそう。どっちがいいかな。パエリアにします。じゃあ私がカメラ、こちら開けます。豚キムチ丼ですね。それでこの上を取ります。取ります。すごい、大丈夫。あーしゃーい。映してよ。映してるよ。それでこれをですね、開けて開けるとこういうね、袋のやつが出てきて、食べてはいけませんよ。で、こちらを一回閉めていきます。そうですね、そうです。で、ここを開けてください、ね、で、上を開けます。ちっちゃいのを開けます。お、みんな、千にこも、いるにこもが、あったかいの入れまーす。いやいやいや、熱くなるな。それで、ここを閉める。あ、違う。何分間ですか。これで7分間ですね。そのように湯気が。なんちゃんがこっちをずっと向いてるっていうことで、うわー、びっくりした。それ誰のやつ。あ、減らせた。レベル目線で、メニュー、それは条件じゃこけないんですよ。わかるけど基本的に全部好きですよ。まだって言うわけないから。私が食べるのはパエリア丼です。いきます。おいしい、おいしい。外せ。
おいしい。豚キムチ。パエリア。じゃあ夏休みにお泊まりする。うん。アムの家で。で、ミニバ行って、ミニバと、結構、ブラックと、夏休みに3人でお泊まりしようよ。3人で、ね、そう、3人で。ユニバユニバのお金貯めといてください、ね、そう、ユニバユニバ行ってユニバ何つけたらいいかというかスヌーピーのユニバ、どっちが好き、どっちが好きですか。じゃあまず私のパエリアから。はい、嫌いな人多いと思うよ。あ、そっか、じゃあじゃあホタテにしよう。アムのかじりかけのホタテ大きめのホタテはアムのかじったので、それをじゃあちょっとあげます。ホタテ食べない方がいいですよね。はい、あ、でも辛いの苦手な人いるから。イカもありますよ。どっちの方が美味しいですか。食べる、うん、食べる。美味しい。ごちそうさまでした。待ち時間です。食べて、はい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 、実は、同期なんです。でももう、それかい。それかい、同期なんです。あ、きらやかな野郎。やばい。リナが何個。リナが怒ってます。これ取られてたら、ちょっとこっち切れようかなって感じで。今、誰、アンちゃんの友達。アンちゃんの友達に、今。寝起きのメッセージを送りました今の時間は起きるのねえ、寝てたの。そうだよ。ちょっとやばい、あれなんだ。マロンさんがなんかちょっと何あメイク、今日のメイク、あ、これあれだよ、私自分のアイシャドウで、口もえ、なんかちょっとやばくない。はい、なんかやってなんかやって。こんにちは、ミス X です。やばいよ、慣れない、慣れない。今サインを書いてます。じゃーん、じゃーん。これはニコドクちゃんにお送りさせてもらう。そう、ですね、当たった方じゃ、リリちゃんだけです。ねえねえ、知らやんだよ。何かしてください。今日のメイクです。ポイントは何ですか。ポイントはポイントはブラウンです。はい、今日のメイクのポイントは、どんなメイク？ピンクっぽいメイクで、チークはあんちゃんと同じです。一緒だ。ネイル見てた？今日ネイル頑張った日。ね、今日みんな頑張ってるよね。さっきは？さっきめっちゃラメも使ってる。半分に分かる。そう。ちょっとリリとあれだ。まず、白のメッシュの T シャツに欲しい理由みたいな。何か欲しい理由を教えてください。プリントとメッシュを一個も持ってなくて、夏だったら少し挑戦しやすいかなと思って。普通のフォトプリントよりもメッシュ素材の感じは。どっちも初めてなんだから、なんか1個だけでまず挑戦できたらなって思います。
初めての人なので、それ持ったらちょっと挑戦しやすいかな。注射は、ハーブついてたけど、すごい可愛くて、想像したんですけど、ゴールドっぽいやつに、ハーブがついてる部分がちょっと細くて、可愛いなと思って。だからついつけたいのに。ちょっとシンプルなんだけど、ちょっと可愛らしさがあって、パールゴールドとパールの組み合わせが、私だったらデニムとか、デニムになんかちょっとシンプルな白いパンツとか、ノースリーブとか、そういうの合わせた上につけたらすごい可愛いかなって思う。ちょっとカジュアル要素入れる、なんか可愛らしすぎるよりも少し外してカジュアルにしても可愛いかなって思います。なるほどね。ありがとう。ありがとうございます。ナナは話が分かりやすい。よかった。失礼します。はい。枠の中から。よ。うわ、出てきた。移動します。新庁舎、いつもここで、なんだっけ、名前書いて入館許可証をもらいます。ありがとうございます。16番でお願いします。いつもここの鏡があります。たまにこの鏡をクリックシャッキーだったりとストーリーに上げてきたらしいです。あ、上げてる。クローゼットっていうか、ね、お洋服がかけてあったりして結構楽しいよね。この会議室の感じみたいな感じになってて、愛しのエリナちゃんです。反応が可愛いエリナちゃんです。お隣いいですか。クマちゃんそれ同じです。待って、そうそう、ティーネームの見ますか、どういう感じになってるか。エリナちゃんこんなふわふわしてるけど、ポケバスの隣とかになると結構話してくれて話す。買いました。あ、いいじゃん。TikTok 難しいで作る。
お疲れ様でした。お疲れ様です。早いね。ちょっとエリナちゃんの筆箱あさる。いいですか？同じおそろいの筆箱。見えてるのか。ディズニー。ラインフレンズ。めっちゃ色が綺麗。セーラームーンですか？Oops, I am so sorry って感じ。あ、これ私も一緒ね。あ、いただいたんですよね。レピピ。展示会。展示会。注射器？蛍光ペン？ありがとうございます。おお。注射器。これはニコラのやつ。かわいい。これですか？あ、かわいい。くっつけ直す、くっつけ直したピッ、勉強頑張ってください。とんもりこ食べてみたい。めっちゃ甘いよ。甘いんですか？おいしい。いただきます。うん、甘ね。バイバイ。バイバイ。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様。バイバイ。お疲れ様でした。お疲れ様。お疲れ様でした。撮影が終わったので今からメイクを落とします。化粧水とメイクを使います。会社しなんか挟んでる。確かに出た気がする。え、白いやつか出ればいいですかね。メイク落としの終わったので帰りたいと思います。今日は7時20分なんですけど、普段は5時ぐらいとか4時とかに終わったりして、ニコモとご飯に行くんですけど、今日はご覧の通りスカスカです。で、アンナちゃんが、アンナちゃんとサキちゃんがいました。 TikTokみんないいねをしてくださいね。チェック、 TikTok のチェックもお願いします。あとニコラツイッターとニコラスナップを宣伝で、皆さんもニコモになったら一緒に撮りましょう。撮りましょう。帰ります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。